JR 静岡駅南口広場の拡張整備事業を進めるための検討委員会が今日初めて開かれ、南口駅前広場の目指すべき姿について話し合われました。 JR 静岡駅南口にある駅前広場をめぐっては、バスやタクシーの乗降スペースや乗用車の待合スペースの不足などが問題となっています。そのため静岡市は先月、拡張整備事業を始めると発表しました。今日は有識者や交通事業者による初めての委員会が開かれ、南口駅前広場の目指すべき姿について議論が行われました。お子さんとか親子連れがちょっとこうくつろげる場所があると、もう少し何かイベントをやったりとかっていうのもしやすいですし、交流ができるようなスペースになればいいなというふうに思っています。今後3回の議論を経て、来年度に基本計画を策定する予定で、2030年代前半の供用開始に向け準備を進めていくということです。